日本ハンドボール協会は11日、都内で会見し、男子日本代表の愛称を、水星、ジャパンに決めたと発表した。男子ハンドボールのスピーディーな動き、シュートの軌跡が水星のイメージに合致しているのが理由。次世代エースとして期待されるブイク、ベイグ、アダム・ユーキ、19、は、この名前の、ようなチームカラーにして、たくさんの方に覚えてもらえたらよい、と笑った。女子日本代表は13年に公募で決めた、織姫ジャパン、がついているが、男子代表には公的な愛称がないままだった。今年4月2から20日に、オフィシャルパートナーの大和運輸の協力で公募。687人から合計1000通の応募があり、選考委員会の選考を経て決まった。ハンドボール男女は、今年4月に開催国枠で20年東京五輪出場が決定。男子は88年ソウル大会以来、32年ぶりの出場となる。志田裕樹主将、28、イコール大崎電機イコールは、開催国枠で出ても、何もできなければ出る意味がない。勝つことを意識して、まずは予選を抜けられるようにしたい。今後は、海外の競合と試合をする機会が多いので、チームとしての試合を意識し、濃い2年間を送りたい、と気持ちを引き締めていた。